ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市国見台にございます川西英治の3階角部屋をご紹介させていただきます。まずこちらが、広々としているリビングと、ダイニングスペースとなっております。こちらは広さも十分ございますので、ソファーなどを置いていただいてゆったりとくつろぐことができます。またこちらのリビングのスペースにはエアコンが1台、このように設備としてついております。こちらのお部屋は南向きのお部屋となっておりまして、このようにバルコニーもしっかりとした広さがございます。またリビングの隣には洋室がございます。こちらの洋室の最大のおすすめのポイントが、このように壁一面が収納となっております。服をかけていただくこともできますし、このように高さも変えれる、収納となっている部分もございます。またこちらのお部屋は角部屋ということで、このように、出窓が、おしゃれな出窓がついております。もちろんこちらのお部屋からバルコニーに出ることもできます。それではキッチンをご紹介させていただきます。はい、キッチンは、独立タイプのキッチンとなっておりますので、キッチン用品がすべてこの中に収まって非常にすっきりと、使うことができます。もちろんキッチンそのものも非常にワイドですので使いやすいですし、収納の方も上の収納、そして下の収納とこのようにしっかりとございます。またこちらのお部屋のセキュリティ面ですが、こちらにカラーのモニター付きのインターホンがついております。そしてキッチンを抜けると水回りとなっております。まずこちらが洗面所となっておりまして、洗濯機はもちろん室内に置けますし、洗面台は人気のシャンプードレッサータイプとなっております。またお風呂も広さもしっかりとございますし、浴室乾燥機などもついておりますので、設備の充実しているお風呂となっております。それではもう一つ洋室をご紹介させていただきます。こちらが共用廊下側の洋室となっております。こちらも広さはこのようにしっかりとございますし、共用廊下側なんですけど、こちらですね、エアコンをつけることができますので安心して使っていただけます。またこちらの洋室も先ほどの洋室と同じように壁一面が収納になっているのが非常におすすめポイントです。こんな感じでクローゼットタイプと、あと高さも変えれるこのような収納の方もついております。こちらの洋室を出ると、あとは玄関のスペースですが、玄関のスペースの隣にウォシュレットタイプのお手洗いがついております。また玄関のスペースも非常に広くなっておりまして、上下に分かれている下駄箱の他にこんな感じの収納もついておりますので、たっぷり物を入れることができます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。